野球場そばの校舎法大座と三河保津公園は、北海道札幌市東区北20-22条東、4から5丁目にかけて所在する、地区公園。三河保津とは特定の行政区域ではなく、この公園一帯を指す名称である。近隣の学校や郵便局、店舗などが、三河保津の名を冠している。園内の北側には、札幌市、三河保津単位区間があるほか、 野球場も設置されているため、運動公園としての人気が高い。1928年、この一帯の地主であった宮村ついたちさん、歌子の中八、大塚東四郎が協議して、近隣の発展のために、約5000坪の土地を公園として造成することにした。この公園は、彼ら3名の頭文字を取って三河公園と名付けられた。1935年、 より本格的な公園とするために、札幌市へと正式に寄贈された。この時市はさらに2万坪を買収し、東区でも有数の大きさの公園へと拡張した。なお、三河に三河保つの漢字を当てたため、いつしか呼び名も三河へと変わっていった。太平洋戦争中、日本の配色が濃くなると、公園内には空襲防衛のための施設が置かれるようになった。 一個中隊編成で、校舎砲四門が設置され、野戦のために、単小灯四機も準備された。双方とも後に六門六機へと増設されている。しかし、1943年末から翌1944年にかけて、駐在していた、小空隊は、北千島へ転属し、合わせて、校舎砲も、北方線域へと移設された。そのため、 1945年7月に札幌が空襲に見舞われた際、三方持公園と付近の民家も、機銃装車を受けたが、応戦することはなかった。残っていたのは丸太を着色した偽装法だったのである。野球場のそばにある六角形のコンクリートは、当時の校舎砲台座の基礎が残ったもので、構造が非常に強固で撤去に費用がかかるために、中央に土を盛りスキーさんとして、 再利用したものである。ABC 三果保つ公園 ABC 札幌の町名東区札幌地名校ハット ABC ホール会 2010P152 札幌市平和バーチャル資料館校舎法台座札幌市2017年8月24日閲覧ありがとうございます。